より長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰れないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着ける。あの巨人についてどこまで知っているか。助かってからでいいだろ、そんなこと。まずは助かってあいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと本気で言ってんのか。さすがに力尽きたみてえだな。あ、
エレンはあの時巨人に飲み込まれた。一体何か。これをエレンが。